か最近ハマっている魚好き、スピアフィッシング。師匠と師匠の息子、そして我が息子と行ってまいります。1週間前か。そうね、着いた17日カラーを究極の血抜きで寝かせておいてですね、今からグリルで焼くということで、イエーイ、海の師匠秀樹さんにそれから弱火でこれを作ります。これからじゃあ焼いてみます。カラーをグリルに乗せました。これからこれ鱗も全然取ってません。このままちょっとまあ弱火中火ぐらいで焼いていきます。こちらは秀樹首相師匠がついたパラニですね。パラニとはハワイ語で臭いという意味ですが、実は美味しいんですよね。美味しい、美味しいよね。そう、刺身でもいけます。これは今日はちょっと焼いて、焼いてソテーして、してでフィッシュタコ、フィッシュタコス食べると。でこちらが、ママ、ステーパーいらないんじゃない？だって見て、ママ油で刺身、刺身、あー、うまそう。いいね。熟成で、熟成で1週間熟成ですね。オッケー。片栗粉を混ぜて、下味ついてるよ、これ。え、下味なんですか？下味昆布、昆布茶。昆布茶につけたの？昆布茶をまぶして、で水分抜きつつ、下味をつけた状態でソテーしていきます。はい、よろしくお願いします。オリーブオイルにガーリックですね。ガーリック定番ですね。そう、ガーリックも最初からね、低温から入れてくださいね。はい、香り出していきます、ね、バター混ぜて、バターをきた。これバターを、バターだけでやっていくとすぐ焦げるから、そういうこうオリーブオイルを足すのがポイントですね。できました。超うまそう。はい、君は何作ってるんですか？ブラウニー。ブラウニー、はい、全部下地できた。これはこの後どうするんですか？焼く。オーブンに入れるんですね。うん、オーブンのプリヒートはしなくて大丈夫ですか？もうやってる。 OK、 グッジョブ。嬉しそうです。美味しいしか思うのかな。もうね、もう最高だよね。最高だね、これね。
いい感じになってきました。すっげーよだれ出てます。よし、はい、じゃあいよいよバラに投入。はい、第1弾これですね。どうかな。まだまだだね。もうちょっと火強めてもいいかもね。これぐらいでいいよ。うん、でもいい感じで蒸れてきてる。だけどこの皮をバッチリ焦がすのが大事らしいです。温度アップでもう5分いきましょう。こんがりちってやばい、腹にがやばい感じで仕上がってきます。いい感じじゃない。これはうまそうですね。あーうまそう。はい、じゃあもうこれオフ。よく焼くたからとベイトポテト揚げて、で、we have right here, this is butter and garlic and some parsley. どれだ君たちは。クラとレイちゃんです。あ、いた子。うん、うまそう。どう うまそうなんですけど普通に。ね、これここをさ、うん、ちょっとこのここにディップして食べてみてもらえますか。いいの、うん、まあ、どこでもいいですよ。みずみずしい。やっぱりこの皮に挟まれてるから、うん、強火でやってもね、ジューシーさは保てるね。保てる、うん、だ熟成する時も皮をくっつけたもの、そう、熟成プラスで、うんうん、マジですか。フィッシュブリッド、フィッシュブリッド、このパラニでバターとニンニクで焼いたやつ、そしてパラニの刺身、はい、刺身、パラニのタコス、そして作り方がわかんない。あれ君は何、これはパラニですか、うん、フィッシュタコス、いかがですか。美味しいです。やっしゃ、そして、それ美味しそう。あ、うまタコス、これがパラニのバター、入れて、魚入れて、これがカラーですね。あ、これ美味しそう。これもフィッシュタコスに入れても美味しいかもしれないです。美味しいと思う、うん、あのソースと一緒に。ハードシェル入れると、こんな感じ。ハードシェル入れると、あ、いい感じ。あ、もうフィッシュが入ってると思えません。フィッシュ入ってますね。はい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 、いい感じ。塩振ってめっちゃ美味しい。これで塩入れてもいいね。どうする？